はい、じゃあ、ね、本日最後のステージは、くまモン隊をいつも応援してくださっている皆様に、くまモン隊がいつもサンクマの気持ちを込めてお送りするステージです。くまモン隊が誕生した2010年から今年、今年度2015年までを、その年に流行った曲とダンスを交えて振り返ってみたいと思います。皆さんもご存知の曲があったら一緒に盛り上がってくださいね。くまモンは2010年3月の九州新幹線全線開業をきっかけに、熊本県民が自分たちの身の回りにある驚くべき価値のあるものを再発見し、それを多くの人たちに広めていこうという熊本サプライズのイメージキャラクターとして誕生。1月2日熊本市動植物園で出発式を行い、くまモン隊としての活動をスタートさせました。今や皆さんにおなじみのくまモン体操もこの時初めてお披露目されたんですよ。そしてそんな2010年にはこの曲が流行りました。
九州新幹線全線開業をきっかけに、熊本県民が自分たちの身の回りにある驚くべき価値のあるものを再発見し、それを広げていこうという熊本サプライズのイメージキャラクターとして2010年に誕生し、その後2011年3月19日、熊本社長がさらに本格的に出版してまいりました。さあ、この年に行われたゆるキャラグランプリ2011で、なんとグランプリを獲得したくまモンですが、この年に流行った曲はこの曲です。続いてはどんな衣装でどんな曲で登場してくださるでしょうか。なんかモテるよ。
トラックさあ、2014年はくまモンにとってチャレンジの年でした。熊本のうまかもんを食べ過ぎたくまモンはご存知の通りちょっぴりメタモン。そこでダイエットを決意。アディダスさんに赤いジャージを新調していただき、日本コロンビアさんからくまモンと一緒に楽しくできるエクササイズ、くまモンフォーユーメソッドが発売されました。くまモンフォーユーメソッドは一つの動き、一つの動作パターンを4秒かけて行うもので、音楽に合わせた振り付けが楽しい新感覚のエクササイズです。で、本日もブースにてその日本グラムさんからくまモンフォーユーメソッドの DVD とそしてオリジナルのタオルが付いたものが発売されておりますので、ぜひともまだ終わってないよという方は覗いてみてはいかがでしょうか。さあ、2014年はくまモンにとってチャレンジの年です。皆さん様々な年をね、くまモンと一緒に過ごしてきたかと思いますが、くまモンの2014年チャレンジの年でした。くまモンのメタボもね、可愛いですけれども、このメタボにちょっと困ったくまモンのダイエットは成功したんでしたっけね。どうでしたかね。でも赤いジャージ姿も見られて、ファンの方々にとってはドキドキワクワク、そしてああ可愛いと思ったような1年だったんじゃないのかななんて思います。さあ、くまモンもとアディダスの新調した赤いジャージ、それとお揃いのものが昨年の誕生祭の時にはですね、普通の皆さんのものも発売されて、一般の方々も購入することができました。さあ、ということで、その楽しい音楽の振り付けに合わせましたその新感覚のエクササイズ、2014年、くまモン一生懸命頑張ってくれました。しかし、くまモン、肝心のくまモン、キャッチしたのが可愛いんですけれども、そんなダイエット無事に成功したかどうかはどうだったんですね。くまモン大丈夫だったのかな。さあ、そんなくまモンこういうメソッド、一生懸命くまモン頑張りましたが、くまモンはダイエットに成功したんでした。
いや。そこいや、そこいや。見えない、見えない、見えない。止まって、見えてない。止まって、どいて。止まって、見えてない。止まって、どいて、どいて、どいて。痩せた、痩せた。ありがとうございます。ありがとうございます。前にもたくさんね、お友達が来てくれたね、武装隊の皆さん、ありがとうございました。ありがとうございます。すいません、切れません。すいません、私たちの前半ありがとうございました。もう前半いいよね。確かに寄せたからちょっと上手が。おお。